こんばんは、ちもうろです。備忘録の動画に音声をつけるとき、読み上げソフトを使っています。以前は字幕だけだったのですが、耳だけでも内容を把握できた方が便利かと思い、音声もつけることにしました。私の力不足もあるのですが、動画編集は時間がかかります。同じ箇所の音声を何度も修正したりチェックしていると、だんだん眠たくなってくることがあります。もともと少し眠たい時に拍車をかける感じです。そこで長い文章を作ると睡眠導入に使えるのではと思い立ち、この動画を作成してみました。この文章は私が今手打ちしていますが、途中から AI のベリスト様というサイトを使っています。最初に文章を打ち込むと、その続きを自動生成してくれるサイトです。フトプス AI ノベル .com。 このサイトで文章を作りながら寝るわけです。もちろんお布団の中で。途中で何度か保存し直して、翌朝確認すると面白いくらい内容が変わっていることもあります。これは、ああ私ってばこんなこと考えてたんだとか思いつつ、読み返してみると結構楽しいです。さすがに一晩中やってると疲れてきますけどね、かっこ笑い。皆さんもぜひ使ってみてください。個人的によく眠るためのノウハウをいくつか持っています。いつか動画にまとめて公開しようかと思っていたのですが、ここでお伝えします。一つ目は、こめかみあたりに重しをかけること。個人差があるかもしれませんが、こめかみあたりを重たくすると眠りやすいです。私は眠れないとき、腕をおでこあたりに乗せる感じにして寝ています。二つ目は、体を動かさないこと。あらかじめ無理のない自然な姿勢で横になったら、そこから動かしません。寝返りを打ったり体をかいたりすると起きてしまいます。そして三つ目、いや四つ目かな、とにかく好きな音楽を聴くことです。これも人それぞれでしょうが、私は好きな曲を聴きながら眠るのが好きです。自分のお気に入りの曲なら何でも OK、 ジャンルは問いません。三つ目は、頭に浮かんでくるイメージを遮らないこと。目をつぶって横になっていると、まだ夢を見ていないにしても様々なイメージが浮かんでくることがあります。いいイメージならいいのですが、あまり思い出したくないことが浮かんでくることもあります。しかし、なぜ嫌だったのか、どうすればよかったのかなどと考えてはいけません。ただ流れてくるイメージを、映画館で映画を眺めているように眺めます。そうすると、だんだん、そのイメージと夢との境界が曖昧になってきて、気づいたら寝ています。ここまでの文章で、すでに何度か AI を挿入しているのですが、お気づきになられたでしょうか。自然な文章を差し込んでくるようです。それでは、最後におまけとして、AI を使った文章の作り方を紹介しましょう。まずは以下の文章を作ってみてください。例文。今日はいい天気ですね。昨日は何を食べましたか。先週は何をしていましたか。おはようございますから始まって会話が続きそうな文章ですよね。では早速やってみましょう。
1、はじめまして。2、こんにちは。3、こんばんは。4、明日は雨ですか。5、何かご用件でもありますか。6、またお会いできますか。7、ありがとうございます。8、これからもよろしくお願いいたします。9、お大事にしてください。10、お気をつけて。11、良い一日をお過ごしください。12、行ってきます。13、ただいま。14、おやすみなさい。この音声を聞いた人が良い夢を見れますように。ぐっすり眠って疲れが取れますように。いい朝を迎えられますように。どうか心安らかにお休みくださいませ。ちなみに AI を使うときはテキストファイルではなくワード等の文書形式で作成するのがおすすめです。ワードに保存した文章をコピペするだけで簡単に作ることができますよ。皆さん、いつもジモ、ウロの動画を見てくださり、本当にありがとうございます。今回は、ちょっとした裏話について語ろうと思います。実は、私自身、今まで、何度か動画を投稿してきましたが、再生数を見たことはありません。再生数が多ければ多いほど嬉しいとは思うものの、そんなにたくさん見てもらえるものなのか?という疑問もありました。そこで、今回、初めて再生数をチェックしてみることにしたんです。その結果、なんと、再生数は10万回を超えておりました。びっくりしました。かっこ笑い。まあ、それでも、私の動画は、備忘録という性質上、1に、血に2本しか投稿していないので、たまたま見てくれた人が多かっただけなのかもしれませんが、備忘録の方は、だいたい1000回程度です。そちらの方が再生回数が多いということに、なんだか申し訳ないような、と思ったりしてます。さて、ここから先は、ちょっと余談になります。もしよろしかったら、最後まで聞いていってくださいね。実は、私、最近、少し困った状況に陥っています。というのも、動画を作る際に BGM を流していたのですが、それが使えなくなってしまったのです。理由は単純。著作権の問題です。とある音楽サイト様で、ある曲を流していたところ、突然、運営様より削除要請を受けてしまいました。調べてみると、どうも、動画に音楽を流す行為自体がアウトだったらしいのです。他の動画サイト様でも同じ現象が起きていたらしく、動画に音楽を使わない方も増えてきたとか。私は、動画の編集ソフトを持っていないため、自分で効果音をつけたりして動画を作成していました。そのため、どうしても、BGM が必要になってきます。そこで動画編集用のフリーソフトを購入しようかとも考えたのですが、よくよく考えれば動画をアップする際には必ず YouTube 様にアップロードしなければなりません。そうすると当然その度に使用料を払う必要があるわけです。つまりいくら私が動画を撮っても、それを勝手にネット上に流すことができないわけです。なので、仕方なく今は、無料でダウンロードできる音楽を使って動画を作ってますが、やはり不便です。音楽が使えないなら仕方ないとはいえ、やっぱり残念ですね。
ちなみに、先日、この問題について、ある方がコメントを残してくださいました。それは、音楽を使わなければいい。そもそも、音楽は必要ないというものでした。確かに、と思いました。例えば、今日食べたラーメンはうまかった。と言いたくなった時、うまい棒を食べればいいじゃないですか。わざわざお金を払ってまで、誰かが作った曲を買う必要はないんですよね。そういう考え方もあるのかと納得し、思わずにやりとしてしまいました。そして、改めて自分の作品を見直したところ、あれ？何か違和感があります。何かが違うのです。私は一体何を見ていたんでしょうか。今見ている自分の作品とは何でしょうか。自分の作品は誰の作品でしょうか。そう思った瞬間、はっと目が覚めました。そうです。ジモウロは私一人の作品ではありません。たくさんの人が関わってくれている作品です。だからこそ、自分一人で完結してはいけない。自分が見た世界をそのまま視聴者に伝えるだけではいけない。その世界に色をつけていくのは、他でもない作者である自分自身なんです。そんな当たり前のことを今更ながら思い出させてくれました。本当に感謝しています。ありがとうございます。さて、そろそろお別れの時間ですね。最後に皆さんに質問です。もしあなたがジモウロの作者だったら、どんな動画を作りたいですか？何をしたいですか？ぜひ教えてくださいね。今回は以前ご紹介したジモウロの裏話を語っていきましょう。と言ってもあまり面白い話ではないので、興味のある方はどうぞご覧ください。こんにちは、僕はジモウロです。よろしくお願いします。これはある日突然僕の頭に降ってきた言葉です。なぜこの言葉が出てきたかというと、僕が昔書いた小説のセリフをパクったからです。その小説では主人公がいきなり登場し、主人公の視点で物語が進行していきます。しかし主人公は無口で、感情を表に出さず淡々と話を進めていく感じだったので、読み進めても何の面白みもない。そこでもっと主人公に喋らせようと、こんな風に言ったらどうなるだろうと考えました。こんにちは、俺はジモウロだ。よろしくな。うーむ、全然違う。でもこれだとまだ普通に挨拶しているだけだ。じゃあもう少し変えてみるか。おはようございます。私はジモウロです。今日も良い天気ですね。いや、ちょっと待てよ。それ、ただの世間話してるだけじゃん。お疲れ様です。私はジモウロです。これから仕事に行ってきます。だから、何の会話にもなってないだろう。こんばんは。私はジモウロです。ご飯食べましたか？うん。なんか微妙だな。結局、なかなか良い案が思い浮かばず、その日はそのまま寝てしまいました。翌日、再び考えてみると、今度はこうなりました。ようこそ。ここはジモウロの世界だよ。まずは、俺についての説明をしていこう。なるほど。こういう風にすればいいのか。早速、次の日に書いてみると、まあまあの出来でした。そして、調子に乗って、どんどん書き続けました。その結果、
最終的に10万文字を超えてしまったのです。もちろん自分でもびっくりしました。まさかこんなに書くとは思っていなかったからです。そこでふと思ったことがありました。この文章、果たしてちゃんと読めるだろうか。実は自分でもよくわからなくなっていました。とりあえず最初のうちはスラスラ読めたので大丈夫だったのですが、途中からだんだんとわけがわからない内容になってきました。なんというか、自分が言いたかったことをうまく伝えられていない気がするのです。しかもこれが長編だったら途中で読むのをやめてしまう人も出てくるでしょう。そうなるとせっかく読んでくれた読者をがっかりさせてしまいます。そこで何とかしてこの問題を解決できないものかと考えた結果、一つの結論に達しました。それはこの長い文章を二つのパートに分けるということです。一つは普通の小説のように起承転結で構成した部分、もう一つには小説としてではなく自己紹介の部分、つまり最初に考えた主人公の一人称視点と三人称視点で分けたわけです。こうすることで今まで書いていたシーンとこれから書こうとするシーンが明確になりました。また同時にそれぞれのシーンの意味が分かり、全体像が見えてきました。それから僕は毎日小説を書き続けるようになりました。そして半年後ついに完成したのです。それがジモウロの始まりでした。ちなみにこの時の小説は現在マイピク限定で公開しております。気になる方はぜひ申請してくださいね。こんにちは、私はジモウロです。よろしくお願いします。さて今回はジモウロの名前の由来について語っていきましょう。以前ご紹介したように僕が勝手に作った造語なので本当の名前はありません。しかし何かしらの名前があった方が便利ですし、他の作品と区別しやすいので何かないかと考えてみました。するとある言葉が頭に浮かびました。ジモウロ。この言葉はとある漫画のタイトルであり、主人公が妖怪、幽霊となって世界中を旅していく物語です。僕はその作品が好きだったこともあり、このジモウロという名前に決めました。そして僕は早速ジモウロというタイトルの小説を投稿し始めました。こうして僕はジモウロの作者になったのです。ようこそ、ここはジモウロの世界だよ。まずは俺についての説明をしていこう。説明？操作、この世界の仕組みについてだ。ふーん。まあそんなに難しいことじゃない。俺は君たちの世界で死んだ人間なんだ。どういうこと？言葉の通りさ、俺は死んでここへ来たんだ。ここは死人が来る場所だからね。君は死んでここにいるわけじゃなくて、もともとここにいたんだよ。どうしたのかな？なんでもないよ。そうか、それならよかった。それで話を戻すけど、俺は君のお父さんとお母さんも知ってるし、君が生まれた時のことも覚えているよ。え？ああ、でも
今は君の方がお姉さんなんだけどね。そして今から話すことは君には少し辛いかもしれない。それでも聞くかい？大丈夫。私頑張る。そうか。よし、話そう。私は彼の話を真剣に聞いた。彼が言うには、私の両親は、私が生まれて、すぐに交通事故で亡くなってしまったらしい。その時の記憶はほとんど残っていないが、彼は、その時に見た両親の顔を覚えていたようだ。それから、しばらくは、親戚の家に預けられたが、そこの家族ともうまくいかず、結局施設に行くことになった。そこでの生活はひどいものだったそうだ。ご飯は一日一回、それも硬いパンだけという生活だったらしい。そしてある日、私はある男と出会った。その男は施設の先生を脅し、私を連れて逃げようとした。しかし途中で見つかってしまい、私は捕まった。その後、私はその男の家で監禁された。食事は一日に2回与えられるだけだったそうだ。男は毎日のように暴力を振るってきた。私は何も抵抗できずにいた。そんな日々が何日も続いたある時、男が突然警察に捕まった。そして私は警察に連れられて別の家に行った。そこには私と同じ年の女の子がいた。その子の名前は真っ白と言った。真っ白ちゃんはとても優しくしてくれた。最初は警戒していたけれど、次第に心を開いていった。二人は一緒に暮らし始めた。そして何年か経った頃、真っ白ちゃんはあることを言い出した。私たちと一緒に暮らさない？と。もちろん私は断った。これ以上迷惑をかけたくなかったからだ。すると、真っ白ちゃんは泣きながら言った。お願いだからここにいて。と。それから、私たちは三人で暮らした。時々喧嘩をしたこともあったが、幸せだった。三人とも同じ夢を持っていたのだ。それはいつか自分たちだけの国を作るということ。そのためにはお金が必要だった。だから私たちは必死で働いた。働いて働いて働きまくった。だが現実は非常であった。国は私たちから全てを奪おうとした。税金を上げ、仕事を減らした。給料もどんどん減っていった。そして、ついに、私たちは無一文になった。貯金なんて全くなかったから、当然お金を借りることもできなかった。住むところもなくなって、野宿をするしかなくなった。それでも、私たちは諦めずに働いた。そんなある日、私は過労で倒れてしまった。意識が薄れていく中、真っ白ちゃんの声が聞こえてきた気がした。目を覚ますと、そこは病院のベッドの上だった。隣では真っ白ちゃんが泣いていた。どうやら私は自殺を図ったらしい。もう生きる意味がないと思ったのだろう。だけど、それを止めたのが彼だったということだ。彼はこう言っていたらしい。君が死んだら、俺も死ぬと。それを聞いたとき、私は、自分の愚かさを呪った。そして誓ったのだ。絶対に死なないと。どんなに辛くても耐えようと。そこから私は死に物狂いで頑張った。だが、やはり限界は来るもので、再び倒れたところを彼に救われた。そして彼は私に約束してくれた。必ず迎えに来ると。私は、その時、嬉しかったと同時に怖かった。
もしまた捨てられたらと思うと足がすくんでしまうほどに。でも、そんな私に彼はこう言ってくれた。俺は君を捨てたりしないよ。ずっと一緒だ。愛してるよ。そう言われた瞬間、私は恋に落ちた。この人のためなら何でもできると思えるほどの恋に。それから、私は彼を待ち続けた。その間、真っ白ちゃんとは連絡を取り合っていたが、彼はなかなか姿を見せてくれなかった。不安に押しつぶされそうになったこともある。それでも、私は信じて待とうと思っていた。でも、ついに彼は来てくれた。しかも、結婚までしてくれると言ってくれて、私は本当に幸せ者だ。こんなにも素晴らしい人に巡り会えたのだから。と、ごめんね。話がそれちゃって。大丈夫だよ。ありがとう。そうか、ならよかったよ。ねえ、あなたの名前を教えて。あれ？なんで、私、名前なんか聞いてるんだろう。俺の名前は、いや、今はいいか。君が、もう少し大人になってから教えることにしよう。どうして？君は、今とても不安定だからさ。それに、まだ思い出せないでしょ？確かにそうだ。私は、彼の名前すら覚えていない。じゃあ、また会う時までお預けということで。さて、そろそろ時間かな？あ、彼が指差した先には時計があった。その針は12を指していた。つまり、彼は1分だけ私の前に現れることができるらしい。もっと話したかったな。次はいつ会いに来てくれるの？そうだね。1年後くらいかな。その頃には君の記憶が戻っているはずだからね。それまでに俺は準備をしておかないといけないからね。わかった。あのね、その前に一つだけ教えてほしいことがあるんだけどいいかな？ああ、もちろんだとも。なんだい？私は気になっていたことを聞いてみた。私と真っ白ちゃんはどこで出会ったの？あと、その、私たちって恋人同士だったりするの、かな？すると、彼は、